アイラブ一宮。今週も始まりました、一宮市広報アイラブ一宮。司会は私、斉藤みなみです。どうぞよろしくお願いします。今週は一宮の美味しいもの情報をお届けします。一宮の美味しいものということで、笑ってますね。大好評のこのシリーズ、今回はどんな美味しいものが登場するのでしょうか。今回ご紹介してくださるのは渡辺さんです。はい、よろしくお願いします。今日は何をご紹介いただけるんですか。はい、今日は一宮市で採れた蜂蜜を紹介したいと思います。蜂蜜、はい、こちらですか。こちらですね、はい、ふくら蜜という蜂蜜ですね。ふくら蜜、はいはい、聞いたことのない名前ですね。はい、ふくら蜜っていうのは、あの黒金餅という、はい、餅の木の花の蜂蜜ですね。一宮市で採れた黒金餅の花の蜜。そうです、一宮市で採れました。いろいろ気になることがあるんですが、はい、まずは試食なんかさせていただいてもいいですか。はい、用意します。わー、嬉しい、初めて食べます。はい、結構ね、あの、はい、珍しい蜂蜜ですので、はい、あんまりお店、一宮以外でね、並んでることがないかな。ありがとうございます。あ、透明感があって、いただきます。うん、あ、美味しい。あ、濃厚ですね、すごく。そうね、これは、まあ、蜂蜜全般そうですけど、糖度はね、80度ぐらいなんですね。砂糖とか使ってるわけじゃないんですよね。もう取ったままそのままですね。そうですよね、はい、なんだかすごく、あの、深みがあって、なんかいい香りがしますね。いい香り、もう全部それは、あの、お花の香りですね、はい。黒金餅の蜂蜜って、はい、あんまり聞いたことがないんですが、はい、一宮ではよく取れるんですか。そうですね、一宮の町の中、あちこちにですね、はい、黒金餅の木が生えてるっていう、まあ、日本でも珍しい地域なんですね。おお、なんで一宮には黒金餅が多いんですかね。実はですね、はい、以前、あの、一宮市の市の木だったんですね、黒金餅が。なるほど、現在は、あの、市の木は花水木なんですけども、以前は黒金餅だったんですね。それで、あの、小学校の入学お祝いの記念樹として、はい、1人1本ずつ苗木をね、なるほど、当たって、あの、お配りしてたっていうことがあって、今からも30年も前なんですけ ど、なるほど、その木が今はもう大きくなって、そういったね、あの、黒金餅があちこちにあるっていう地域が非常に珍しいものですから、なるほど、なかなか、あの、黒金餅取れない、うん、そういう蜂蜜なんですね。うーん、なるほど。ところで、じゃあ、なんでふくらっていうんですか。はい、ふくらっていうのは黒金餅の別名で、ふくらって呼ぶんですね。なるほど。それで、福が来るっていう漢字は、これ当て字でつけたんですけど、まあ、おめでたい感じになりますよね。まあ、確かに福が来るっていい響きですよね。はい、はい、このふくら蜜が黒金餅の蜂蜜だということは分かったんですけど、はい、蜂は咲いている花、いろんなところから蜜を集めてきますよね。はい、なぜこれが黒金餅の蜂蜜だって分かるんでしょうか。はい、あの、黒金餅の蜂蜜はね、量がすごく出るんですね。ほう、いろんな植物あるんですけど、いろんな蜂蜜っていうか、まあ、花の蜜出るんですけど、黒金餅はすごく出ますので、蜜が多い、はい、うんうん、咲いている時期になると、はい、蜂はね、あの、なるべく効率よく蜜を集めたいので。なるほど、賢い。朝一、パトロール隊が出て行って、はい、今日はどこが一番いいかなっていうのを探して帰ってきて、みんな、今日はこの、ここの黒金餅が一番いいですよっていうことを教えて、みんなでダーッと行って集めてくるんですよ。情報共有がされてるわけですね。はい、なので、はい、あちこちあちこち好き勝手に集めるんじゃなくて、今日はみんなでここ行きましょう、ってなる。で、黒金餅は量が多いので、みんなで行く、咲いてる間は、それが効率的だ。ほぼほぼ黒金餅に行くという。本当に美味しい蜂蜜なので、そのままいただきたいですが、はいはい、いろいろ応用も効きそうですね。そうですね、蜂蜜ですので、洋菓子とか和菓子なんかは比較的使いやすいので、はい、一宮の中のお店であちこち使ってもらってます。うん、C、はい、C、今年のバレンタイン の、あの限定のチョコレート。おお、チョコレート、はい、はい、あの、ボディバさんにこのふくら蜜を採用していただいて、はい、今年販売をしていただきます。ゴディバって、あの、
世界的に有名なチョコレートのゴディバ、はい、あのゴディバ、とこのふくらみつがコラボしてるんですか、はい、さあということで、はい、一宮のある場所にやってきましたが、あ、もしかしてあれですか、あれですか、あれですね、あれがあの、はい、蜂の箱ですね、蜂の箱、はい、箱がたくさん並んでますね、はい、そうですね、ここで20箱ぐらいはあるかなと思いますけど、はい、あ、ミツバチが飛んでますね。そうですね、今日割と日差しがありますので、はい、気温低いですけど多少飛んでますね。なるほど、この中にハチが入ってる。そうです、はい、へー、女王バチが1匹と、はい、あと働きバチが数千数万、数千数万、はい、そんなに詰まってるんですね、はい、ハチは刺されないですか？いじめなければ刺しませんので。なるほど、はい、なんか足に黄色い足のハチがいますね。そうですね、今日はね花粉を持ってきてるみたい、はい、今帰ってきたやつ、はい、多分ついてますよこれ。ほら足に黄色い玉がついてますよねついてないでしょ、あれ花粉です。 あれ花粉なんですね、はいはい、どうしてハチは花粉を取るんですか？蜂はね、蜂蜜も食べるんですけど、はい、花粉も食べるんですよ。そうなんですね、はい、一宮には養蜂家の方は結構いらっしゃるんですか？養蜂家は養蜂業としてやってる養蜂家さんは3名ですね、はい、3名で、その他例えば家の畑の作物用に、うんうん、例えば趣味で飼ってる方っていうのが、まあ、何名かいらっしゃるんじゃないかなと思います。蓋開けてもいいですよ、刺さないですよ。本当ですか、はいはい、じゃあ開けてみますか、はい、見てみたいです。普段はこうネットをね、かぶったりするんですけど、はい、大丈夫ですか、かぶらなくて、はい、そーっと開ければ、おお、わあ、いるあー、いる、わあ、すごーい、そー、めっちゃたくさんいる。うわー、すごい、本当ですね。さてここからは養蜂家の渡辺さんに、はいはい、蜂や、蜂蜜養蜂に関するクイズを出題していただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、それではまず一番簡単な問題ですね、はい、働き蜂はオスでしょうか、はい、メスでしょうか？これは分かります、分かります、はい、働き蜂はオスです。どうですね、働き蜂はメス、メス、メスなんです、ね、女王蜂がいますよね、はい、女王蜂もメスです。働き蜂もメスです。メスなんですね、はい、あ、そうなんですね。オスはね何にもしないですよね。何もしないんですね、何もしないです、オスはね、じゃあ、 大量の蜂はみんなメスだったわけですね。そうです。なるほど、はい、では続いて、はい、続いて、じゃあ女王蜂は1日に何個ぐらい卵を、あのシーズン、トップシーズンの、トップシーズンの、はい、1日何個産むでしょうか、はい、そんな毎日卵を産むものなのか、毎日産みます、産み続けます。あ、そうなんですか、はい、それが仕事ですからね。1日何個？10個。10個じゃないですね、正解は2000から3000ぐらいを1日に産みます。毎日、毎日産みます。花の季節ですね、春になると、春になると、はい、毎日2000とか卵を産むんですか？はい、産んでどんどん、はい、まあ、働き蜂を増やしていかないといけないので、はい、どんどん産みますね。24時間産み続けますので、ね、うおー、はい、ではそのたくさん増えたミツバチの寿命はどれくらいでしょうか？寿命が短いイメージはありますね、うん、1週間、うん、ほぼほぼ正解。トップシーズンね、一番忙しい時は1週間から2週間ぐらいでどんどん変わっていきますね、働き蜂。ただ冬、秋から冬なんか忙しくない時は3ヶ月ぐらいは生きるかなというところですね。いやでもあんなにたくさん蜜を集めて毎日働いてて1週間とか2週間しか生きられないんですね。いや今日はもう蜂について知らないことばっかりだったので、はい、もう養蜂業もそうですけども知ることができてよかったです。はい、そんなドラマがあってこの美味しい蜂蜜が取れてるんですね。そうですね、はいはい、渡辺さん今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。さて今回のアイラブ一宮いかがでしたか？一宮市には世界が認める美味しいものがあるんですね。なんだか嬉しい気持ちになりました。
それでは一宮市広報 I love 一宮、次回もお楽しみに。